マクミランエステートグローニングストアハウスにてマイケルです。そして破滅なき、まあ破滅どうなるかわからないけど、まだね、一応 BTV なんで、まあ今後破滅がなくなった時に、というかまあ効果がすごい弱体化してしまった後に、破滅なき世界でどう生きるかシリーズということで、特に破滅がないとヤバそうなキラーマイケルをちょっと使ってみてます。はい。で、代わりの遅延パークはサージですね。サバイバーを張っ倒したら近くの発電機がボーンっていうやつをつけてきてます。でこれには理由があって、レベル3のマイケルでサバイバー張っ倒した後、ノックアウトもね、うまく活かして這いずり放置を作っていきたいなと。なので、まあ、這いずり放置もうまく使って遅延していくというような感じですね。で、アッドオンでオブセッションからめっちゃ吸えるやつと、レベル3になるの時間かかるけど、レベル3になってからの時間も長くなるやつ、リボンね、をつけてきてると。その長いレベル3時間を生かして雲のトークも貯めて、まあ、這いずり放置作りながらレベル3の時間を過ごしたい。だから鬼みたいな言うたら鬼みたいな立ち回りをするというような感じですね。さて、不協和音が光ったので、ここは行きましょう。お、これはやっちゃってるのでは。 OK、 これはね、ちょっと一回切って、オブセいるので、まあ、切るわけで、で、でトークン OK で、オブセもう一回、ん、今足跡こっちでしたな。戻った。あ、まず戻ってるわ、マジか。いや、ちょっともう一トークン貯めたかったけど、でもまあこんだけサバイバーが集めてきてるんであれば、でこれでサージも効いて、蹴る手間が省けましたと。でこの一つって、あの辺に足跡がついているので、あれを追いましょう。おい、なんだ、何、あー、不要なのか、なるほど。オッケーオッケーオッケー、便利やね、やっぱこのパークは。はいはいはい、これ1トークンもらってからのあっち追いましょう。 OKOK。 さてトークン2個で追ってるので割と楽勝で狩れるはず。はい、 OK。 でこのドワイトが結構マップの端っこで倒れてくれたので、この人ちょっとノックアウトが効きそうな位置で倒れたということで、このまま這いずり放置にしましょう。さあレベル3、残り時間半分を切っておりますが、もう一人ぐらいやれんかな。いや、いた、オッケーオッケー、これやれるわ。おい、で残り時間、お、無理か。あー、ちょ、これ届くな。おいおい、オッケー、おい、いいね、離れてくれる。まあいいや、この板だけでも使わせようか。オッケー、まあこれで満足とするか。うん、もう無理やな。 OK、 板2枚消費させた、強い板。うん、で這いずり放置で時間も稼ぎつつ、この人釣ると。いや、いい感じ、いい感じ、だいぶ発電機は回せない状況になってるんじゃないかな、結構ね。よし、釣ろう。オッケー、今起きたから今のとこ誰も回せてないっしょね。よっしゃ、さあこっからよ、次よ。またしっかりサバ見つけて、僕いるな。お吸えてるけど大丈夫大丈夫か、ドワイト、そんな吸わせてくれていいんか。おー、これはちょっと、いや、あ、しないか、マジか。これやっちゃうか、倒さない。いや、やっちゃうか。うい、よし、で地下連れてっか、ここ地下っしょね。うい、でこの人を地下でちょっと結構追い込みたいなね。おい、
あ、この人は硯やな。いやでも結構今のところいい感じに連れて行ってるので、この調子で行きたいな。テンポ取っていきたい。うん、真ん中やってる。さあで逃げた。まあそれは逃げるわな。追いますか一応。向こうね。クルちゃん、クルちゃん倒れてくれんか。オッケー、いいね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 。おお、そしてサージが決まっていく。さあこれももう釣っちゃおう。釣って、さて地下を救いに行けてるか。ちゃんとレベル3マイケルやから地下スカイ救いに行きにくかったと思うねんな。ね、もう一人倒れたん見て慌てていってると。オッケー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 、これ枯れるぞ。行ってるならば、あ、もう一人行ってる？行ってないか。あれこれドワイト入ってないよな。僕外行ったよな。もう入ってないよ。さすがにな、せやんな。オッケー。あ、いる、まだまだおったんか。もう去ったかと思ってた。よけ。スー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 、チュル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 。おーっと、行ってた。これは、ギューンと吸って、いけるはずだ、多分。ここでギューンと吸って。で、オッケー。よし。おいで。ん、まだ中におるぞ。で、ほんと積んじゃん。よし、いいぞいいぞ。いやこれは地下にはめれそうな感じになってきた。押すでしょ。で、あ、これロッカー D ですよね。このまま1分待機やな。これはもうこのまま1分待機しましょう。で、下でボーンって言ったらすぐに行くと。そんな感じで。まあいいんでなかろうか。手前じゃないよ。絶対奥やよ。ロッカーディエスするとしたらそうやんな。まだよ。まだよ。まだ1分経ってないよ。絶対。そろそろじゃないかな。こっちかな。おい、よしよしよし、おったおったおった。さあ DS あるか。はい、オッケーオッケー。ちゃんと待てたねとか言って、これでまあ DS なかったらではないがね。よっしゃ、お、何してんだ。何してんだクロードと。そりゃいかんわ。あー、これは勝てたわ。よかったよかった。いやーでもねー、まあこれは多分、あれ、あ、ごめん、ちょっと待って、今死体打ちをしてしまった。大変申し訳ない、大変申し訳ないが、まあでもね、ちょっと初心者じゃないやろうけど、初心者じゃなくてもちょっとランク低めの人は混ざってたやろうな。いやほんまね、真っ赤っか相手にやっぱ破滅なしの世界で生きるシリーズはね、めちゃくちゃしんどくて、バンバンランクが下がってきてまして、今5なんですよね。ね、もともと2まであったんやけど、ちょっといろいろ破滅なきことを想定していろいろパークをこねくり回して遊んでたら、もうランク下がる下がる、みるみる下がるということで、なので5なので、多分紫の8の人とかね、混ざってきてんじゃないかな。でもやっぱ紫タイヤと、4試合中3試合か2試合ぐらいは全員赤やね、相手言うて。別に赤田いるときとそんなに変わらないみたいな。相手のマッチング。ウィス。あ、これレベル3までたまらんな。普通に2回切られてしゃあないな。ウィス。がいい。よう。で、ここはあるもんな。よいっす。いやー、これ間に合わないな。結構このいだな。よし、で、笑っちゃわないと。おい。お、なんだ？諦めたかな？もうええわってなったかな。いやいや。お疲れ様でした。
というわけで、なんとか勝つことができましたが、やっぱ破滅、本当にナーフ来てしまったら、僕は多分紫帯ぐらいにとどまる感じになるやろうなという感じはしますね。まあなんだろう、イタチ堕落でガチってリンちゃんとか得意、あの強いキラーだけね使っていけばそうでもないかもしれんけれども、いろいろキラー使いたいな、キラー使いたいなって思うと、なんかこの辺にとどまるかなという感じがしました。あ、でも3545やったら結構いい方じゃないですか、相手的には。DS ないやんなかったわ、あのメグの人普通に開ければよかった。というわけで、ご視聴ありがとうございました。よろしければチャンネル登録、高評価などお願いします。今日のラッキーパークはノックアウト。僕が妻にノックアウトされて結婚をすることになったきっかけと言いますとですね、電話がちょっと鳴りましたんで、では。